スロイススピリットオブエクスタシーフードクレストマーク、または、フードマスコットは、自動車メーカーのシンボルを立体化し、フロントグリルやボンネットに装着するようにしたものである。通常、自動車のエンブレムは、平面的に作られ、自動車本体に装着するため、室内からエンブレムを確認することはできない。しかし、フードクレストマークは、立体的に制作しており、 自動車フロントのセンター部に装着されているため確認することができる。フードクレストマークはエンブレムとしてのその自動車のシンボルとしての役割だけではない。装着されている自動車の大半は大型の普通自動車やショーファードリブンといった運転手が運転する自動車であり、こういった車はフェンダーポールなどでは車服の間隔をつかむのが難しい車が多い。 その場合、フェンダーポールとフードクレストマークを併用することで、フロントの先端と左右フェンダーの間隔をつかむことが容易となり、大型乗用車の運転を比較的安全にすることができるようになる。また、マツダが製造する教習車においても、教習生の目安のために、現在においてもオプションで設定してある。20世紀初頭の車は、ラジエターの上に、 金属製の筒をつけていた。これは、ラジエター内の水温や水の流れを知るために、取り付けられたもの。エンジンが温まっているか、冷えているか、筒に触れて確認し、暖気が済んでから走り出していた。このように、ラジエターキャップの筒は、エンジンの調子や状態を確認して、安全に走らせるための実用装備だったのである。このラジエターキャップの上に装飾品を取り付けたのが、 フードマスコットの原型次第にフロントグリルの上に装飾を施した金属のパーツを取り付けるようになり多くの高級車に広まっただがこのフードマスコットが衝突した時に歩行者や車を傷つけるということで取り外したりグリルの中に組み込む車が増えてきた決定的となったのは 21世紀を前に世界中の自動車メーカーが安全性向上のために国際統一規格を設けようと団結したことである。これを受け日本の国交省や警察庁は2001年6月に道路運送車両法の保安基準などを改正した。国際基準となる乗用車の外部特記が導入され、これ以降新型車の多くはフードマスコットを配している。 最近は、フロントグリルに組み込む車が多い。が、安全性を考慮して、衝撃を受けると外れたり、走行中は収納されるマスコットも登場した。装着されていた、もしくは設定のある車は、高級車、または、第二次世界大戦前の車に多い。主な装着車は、以下の通り。なお、クラウンマジェスタのフードクレストマークは、 他の形式のクラウンマジェスタやクラウンに装着させて、視認性を向上させるオーナーもいる。ロールスロイスは、今から110年ほど前の20世紀初頭に、シルバーゴーストに、スピリット・オブ・エクスタシーと名付けた女性のマスコットを、つけている。これは、自動車雑誌の編集者が、知り合いの彫刻家に依頼したものだったが、ロールスロイスの首脳人が気に入り。 正式なマスコットとして採用するようになった。また、ロールスロイスと並ぶ高級車のベントレーには、ウィングドビーと呼ばれる、羽根付きのエンブレムが装備されている。これは、ベントレーの創始者、ウォルター・オーエン・ベントレーの頭文字である、ビーをあしらったものだ。ジャガーのノーズ先端につく、フードマスコットも有名で F ・ゴードン・クロスビーが、デザインしている。人々から、ザ・リーピング・ジャガー。 または、リーピングキャットの名で親しまれ、一世を風靡した。だが、1970年代に、アメリカの安全基準が厳しくなったため、ボンネット上に、ジャガーの顔を描いたエンブレムを貼り付けるようになっている。メルセデス・ベンツのボンネットの上に、スリーポインテッドスターを掲げた。これは陸、海、空の王者になることを願って装着されたものだ。また、マイバッハには、 マイバッハ創業者のウィルヘルム・マイバッハと息子の会社名であるマイバッハ元オレンバウ社の頭文字 M をかたどったエンブレムを取り付けた。しかし近年では万が一の事故の時に歩行者を保護するという観点から下等式になったり、さらにはフードクレストマークが廃止されただの平面的なエンブレムに変更される場合もあり、年々数は少なくなってきている。 またメルセデス・ベンツでは S クラスを除く全車3ポインテッドスターをフードクレストマークからフロントグリル内のエンブレムに変更した車もある。ウィキメディアコモンズにはフードクレストマークに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。